今までのダイエットの法則が自分に当てはまらなくなってるから、そこで一旦わからなくなる。私何したら痩せるんやろうって、うん、全くでも想像つかないですけどね。つかない、うん、私もつかへんかったもん、うん、こんな変わっていくんやって私もつかへんかったもん、うん。かなえちゃん、ここまでのりなさんのお話聞いてみて、はい、妊娠準備から初期についてどう感じましたか？すごい妊娠前とかは心も体もあと仕事に関しても準備がたくさん必要なんだろうなと思って、すごいこう構えてるっていうか、すごい調べたりして、すごいこう不安がいっぱいだったんですけど、すごい真逆のりなさんの話を聞くとすごい明るくて、もっとこう軽く考えてその場になってこう周りに相談したり、やっぱこう育っていく、お腹の中では育っていくし、こう身を任せればいいのかなって、そうすごくもっと重く不安になりすぎてたのかなと思って、すごいあの明るいなって思いました。調べる良さもあるし、調べすぎてその通りにならなくて自分がパニックになるって両方私感じちゃったからさ、なんかそれはね、皆さんにねちょっと伝えたいなって思った。意外となるようになるっていうか、意外となるようになるって思ってた方が、うん、自分も子供も楽かもしれない。すごいなんか不安いっぱい抱えてる人にはめっちゃいい、うん、あの、うん、励ましっていうか、すごい今めっちゃ悩みがこう楽になったと思う、みんな、ね。はい、せっかくなので、はい、他の方の産前の不安や悩み、妊娠初期のいろんな出来事などをちょっと紹介してみようかなと思うんですけども、はい、1つ目、体重が増えたっていうお母さんたち。増えました？はい、多いんですけど、皆さん、ありましたね。体重、うん。どんなさ、体重ってさ、全部あの羊水とかも出てさ、うん、減ると思うやん、うん。ほとんど減らないからね。減らない、みたいな。って言ってもよく考えたらさ、妊娠中に15キロぐらい上がるんだけど、うん、赤ちゃんなんて3000グラムぐらいでしょ、うんうん、ね、あと他どこに着いちゃうんだみたいなって言って、うん、産んだのに全然減ってないことに愕然として、あとほら子宮ってすぐに膨らんだものが戻らないから、産んだのにお腹って出てんねん、もうそれにもびっくりして、丸い丸い、お腹丸い、私産んだよねみたいなもう本当に丸なる。だから、うん、そこからやっぱり戻していくって、骨盤も開いちゃって形も変わってるし、まあ、一番感じたんはあれ、3日ぐらい食べへんかって痩せんのがもう代謝が変わってる。でちょっと今までのダイエットの法則が自分に当てはまらなくなってるから、そこで一旦わからなくなる。私何したら痩せるんやろうって、うん、本当にりなさん太らなそう。これでも太って、うん、当時よりもなんか今またお正月で太ってんけど結局常に5キロ6キロオーバーしてて、うん、だからもう現役の時で言ったら8キロ9キロ、そんな全くでも想像つかないですけどね。つかない、うん、私もつかへんかったもん、うん、こんな変わっていくんやって私もつかへんかったもん、うん。でさっきつわりはそんなになかったって皆さんおっしゃってたと思うんですけど、うん、なんか結構つわりがひどいっていうお母さんたちも多くって、うん、まあ、やっぱり旦那さんにこう当たってしまうとか、こう周りにね当たっちゃうっていう声もあるんですけど、うん、そっか、どうなんでしょう、周りにそういう方とかなんかいました？そうだから、その一人の友達がそのお米の匂いもダメやし、もう常に車用意してる状態、うん、だからもうなんかシャンとできる時がないってなるとね、本当に旦那さんの協力があればいいけどね、え、多分かなり辛いやろうなって思う。その周りもその気持ち悪いとか、うん、吐いちゃったりとか、うん、あとすごいイライラするっていうのをすごい聞いてたので、旦那さんにもイライラするし、うんうん、自分にもイライラするし、あ、そうだよね、結構人だけじゃなくてきっと自分にもイライラするよね、そういうのすごい聞きました、うんうん、ずっとね酔ってる状態って結構しんどいですもんね、結構しんどい、きついよね、うんうん、だから私はちょっとそれがなくてね、うん、そう思うとすごくありがたかったんだなって思う、うんうんうん、
そうですね、あとはマタニティブルーって聞いたことあります？ある、マタニティブルーある。ないです。なんかあれでしょ、急にさ悲しくなってシクシク、なんかこんなに自分がうじうじするんだって思うぐらい泣いてしまったりだとかさ、なんかすごい不安に襲われたりとかさ。そうです、そうです。皆さんそういう時ありましたか？私はほら環境が環境やったからさ、さっきも言ったみたいにうじうじはなりかけたよね。それがマタニティブルーなのか、まあ本当に現実的な不安、だったのかがちょっと区別ついてないけれども、なんかこうマイナスに不安がたくさん出てきてしまう、やっぱりこうやっぱり友達は大丈夫って言ってくれてるけれども、本当にもしそんなことがあった時に自分は前向きに乗り切るだけのあれを持ってるのかとかさ、ねえ、やっぱり大丈夫大丈夫って言い聞かせてるけれども、ふとそうじゃない時が出てきてしまったりとかっていうのは、やっぱり産むまでの波はすごかったです。産む前の方がブルーだった？産む前めちゃめちゃブルーやった。産んでからの方が覚悟できるというか、もう考えてられない、毎日がすごすぎて毎日が忙しすぎて、もう目の前のことをやるのに精一杯で、その自分がもうそんななんか泣いてられへんし、泣く暇あったらもう倒れたように寝てるし、だから考える暇がないの方が正解かもしらへん。でもやっぱり産む前は赤ちゃんと会話できるわけでもないし、ずっとこうお腹見ながらじっとしてて、やっぱりどうしても考えが、ブルーな方に行ってしまう。あった、みんなあるんですね。やっぱりみんなそういう時期は乗り越えてね。花江ちゃんだったら、その不安な時にどういう声かけられたいですか？はい、もう私はあの妹と一緒に住んでるから、そばにいてほしい。そうだよね。ずっと口聞いてほしい、悩みを聞いてほしいっていう。だから誰かそばにいてほしいなって。はい、ね、一人だと心細いので、誰かがこうね、そばにいるってだけでも安心しますよね。じゃあ最後ちょっとお二人に聞きたいんですけども、はい、いつ頃からその結婚したいなとか、こう出産というか、まあ妊娠したいなとか、そういうのをなんか考えてた時期とかありますか？私も結婚できる年になったらすぐ結婚したいって思ってたんです、それ何歳ぐらい？もうだから高校生ぐらいから。そうなん？もう10代とかでもいいし、まあ、区切りとかで18歳で20歳、25、25ぐらいまでにはしたいとか思ってました。でも本当20歳とかでもしたかったです。かなへいちゃんはさ、でもお仕事もやってるわけや、でそういう夢も持ってたわけやんか、それは両立したいなって思ってたの？初めは仕事よりもママになりたかったんですよ。で結構18歳ぐらいからママになることの方がずっと夢でした。そっかそっか。東京に来て、仕事がこう楽しくなってきてからは、今は仕事もママも叶えたいなって思うようになりました。そっかそっか、そうなんだ、私はもう本当に結婚とか子供とかをあんまり考えたことがなくって、そう、もう高校の時に歌手になりたいって思った時からもう夢一本やったかな。だから歌手になるために彼氏とも別れて、そう、なんか急に私歌手になろうと思うね、オーディション受け始めてんねんって言ったら、えとかって言われて、えって。でも彼氏は結婚考えてくれてたみたいで、いやもうそんな、なんか短大とか大学とか卒業したら結婚しようと思ってたんだけどみたいなこと言われたから、えってなって、みたいな。でそんなこんなで、いやもう俺か夢か選んでくれって言われて、ってなって、あ、付き合いながら夢叶えるは無理なんだって思って、俺か夢をってちょっと一回考えるって、その時にもう夢って決まってたけど一回考えるみたいな感じで戻って、ほんで数日経ってから、ごめん夢を選ぶってそれで終わった彼氏がいてて、だからもう全然、そう、まずは夢で夢叶えて、まあ夢叶えて、でもほら女の人がね何歳まで歌えるかなって結構その短いのかなって思ってたから、夢叶えてから結婚とかもし考えるんやったら考えようって思ったけど、なんか想像以上に長く歌ってるなみたいな私想像以上に長く歌えてるなって思いながら、
まあ、いろんなことがあり30歳で引退してっていう感じになるんだけど、なんか小さい時からあんまり子供とか結婚は考えたことがないタイプやったから、逆に小さい時から、あ、小さいっていうかそのもう10代の時からこう結婚してお母さんになること夢見てたんだって思って、うん、へーって、うん、思いました。はい、ね、すごい貴重なご意見ありがとうございます、ね、その2人の、ね、うん、話聞いて勇気もらった方もたくさんいると思います。はい、ということでね、はい、こうやってもいろんな意見もね、うん、ありましたけれども、本当にあの冒頭に言ったみたいにインスタも立ち上がったので、はい、ぜひそこで皆さんのね、あの意見とか感想とかこういうの知りたいっていうこともね、どしどしあのまたいただけたらなって思うし、はい、こうやってあの同じ目線でね、うん、共感し合って共有し合って、うん、またこうやっていろんな生活の中で、あ、これが役に立った、あれが役に立ったってお互いにねこう言っていける番組になっていったら ね、うんうん、いいなって思います。私もなんか一女性として、うん、なんか本当知らなかったこととか、あの悩みが180度今日も変わったのでこんな人もいるんや、こんな人もいるんだってすごい本当にこの番組勉強になることばかりなので、うん、皆さんもこうあのちっちゃい悩みとかでも、うん、あの、うん、深刻な悩みでも、うん、みんなで共有していって、うん、みんなで学んでいけたらいいなと思います、うんうん、はい、はい、思います。ね、話変わるけどさ、うん、やっとこたつが届いたのよ前回そう思うと寂しかったですよね。前回さ、まあまあさ、かなへいちゃんのキティちゃん映ってるからさ思いました、映ってるやんと思って、映ってるやんって思いながら見てたのと、今日もみかんもあったりさ、あと仕上がった、仕上がった、仕上がった。びっくりしたのがさ、前回私たち白かぶりやって、うん、偶然ね打ち合わせなかったね、うん、別に白い衣装持ってきてくださいとかも言われてなくって、うん、今回このグレーの衣装持ってきてくださいも言われてないのに、なんなら、ね、天の声のちいちゃんもグレーで3人ともグレーっていう、もうスタジオ入った時爆笑でしたよね。爆笑、めっちゃ衛心伝心やんってということで、はい、衛心伝心の私たちで、はい、ここからももっとたくさんの人とね、はい、心を通わせ会えるような番組にしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。鉄泊早産っていうのに、あら、うん、なって、うん、4月が予定日だったんだけど2月ぐらいのことやったかな、うん、本当にお腹が痛くなって、感覚で言うともうなんかそこにいそうなの、2日後よ急に破水して